業オタク、まゆぴぴです。はい、ということで今日はなんと第3のグループニアリーイコールジョイ、略してニアジョイが今合宿に行っているかもしれないと噂されているので、そちらについてお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。はい、ということで先日発表されました指原莉乃さんプロデュースの第3のグループニアジョイことニアリーイコールジョイが現在合宿中なのではと噂されているので、今日はそちらについて考えていきたいんですが、皆さん合宿はご存知でしょうか？実は指原さんプロデュースのイコールラブ、そしてノットイコールミーはデビューの前に必ず合宿というイベントを行って、そこでいろんな歌やったりダンスやったりレッスンを積んで、そこからみんなで絆を深めた上でお披露目のイベントに出るというですね、恒例の儀式を行っているわけなんですけれども、なんとですね、ニアジョイちゃんたちの最近のツイッターの更新がストップしているぞ、これはもしや合宿中なのではないかということがちょこちょこネット上で浮上していて、もしかしたら確かに合宿かもしれないと思って、そんな今日はですね、合宿について動画でいろいろお話ししていきたいと思います。まずですね、私がオタ活を始めてからの歴史で言いますと、合宿っていうのはハロプロさんのアサヤンオーディションで合格した女の子たちが合宿場に行って、みんなで一日で振りを覚えたり、一日で歌を覚えたり、時には座禅を組んだり、そんなことをしながらですね、切磋琢磨、みんなで実力を磨いていく、そんな合宿、そこで初めて私はアイドルの合宿というものを目にしました。モーニング娘さんの合宿では厳しい戦いオーディションを勝ち抜いてきた子たちですから、そこまでにもかなりの努力があったと思うんですけど、やはり王女帯アイドルというものはグループでの絆だったり立ち回りだったりっていうものもちゃんと調和をとっていかないといけないということで、合同合宿を行って、そこでありえないような要求を課されるんですよね。まあ、今考えたら、え？パワハラじゃないみたいなレベルの合宿なんですけど、これがいわゆる鬼合宿と呼ばれがちのね、これを行うわけです。そんな彼女たちの頑張る姿を見て、私たちファンはなんてけなげなんだ、なんて頑張っているんだ、これは応援するしかない、押すしかないと言って推しにしていくわけなんですけれども、まあ、その大事なきっかけイベントだったりするんですけれども、本人たちはね、気が気じゃないというか、カメラでこうやって密着されてるストレスもあるでしょうし、その合宿内でもありえないような、今まで体験したことのないようなきつさだったりとか、ありえない課題が吹っ飛んでくるので、そこで大変な思いをしたり、時には涙を流す子がいたりとかね、するわけなんですけれども、その合宿、モーニング娘さん以前にももしかしたらアイドルの合宿っていうのはあったかもしれないんですけれども、私が知っている限りではモーニング娘さんが始まりで、そこからこう合宿を行ってからデビューさせるっていうアイドルさんもちょこちょこいらっしゃったりしていました。さらに NMB48 の場合は密着型でスター姫探し太郎っていう番組があって、まあ、それがちょっとアサヤンに似たような感じというか、密着でずっと追いかけて個人個人が泣いちゃう場面だったりとかをカメラが抜くっていうね、もうカメラマン涙大好きですからね、泣いた子には絶対カメラマンが寄ってきます。そんな密着映像とかもねあったりしたんですけれども、あとは ABEX 主催アイドルストリートのスーパーガールズ誕生の時のオーディションも確か BTB っていうやつで追いかけてたと思います。それも結構見ていました。あのオーディションももうオーディションの時から番組にされてるみたいな感じでしたね。ちょっと合宿から話が逸れちゃったんですけど、そんな感じで密着っていうのは最近で言うと二次プロジェクトだったりガルプラだったり、結構日韓合同のプロデュースのアイドルさんとかよくされてるイメージがあると思うんですけど、結構日本でもずっとやられてきたという歴史があります。そんな中、イコノイちゃんも密着映像というか合宿での映像から TIFF に出場するとき、そしてミュージックビデオの撮影なんかもその密着の映像の中に入っていて、今でも YouTube で少し見ることができます。そんな大事な密着の一環である合宿なんですけれども、今回ニアジョイちゃんが今おそらく行っているんじゃないかなと考えられます。今回の合宿なんですけれども、まあ、そもそもアイドルの合宿って本当に鬼合宿って言われるぐらい、ボーカルの先生が超怖かったり、ダン
スの先生が今日中に覚えてねって言ったり、あとは仲間内でも誰がこうリーダーっぽい感じで動くかとか、すごく見どころが本当にたくさんあるわけですよ。でも当の本人たちの気持ちになったら、マジで毎日ありえないスピードで時が流れていくし、一つのことでくよくよしていたらもう次のことが始まっちゃうみたいな、そんなシチュエーションでですね、もうそこで無理って思う子はもう無理って思っちゃうぐらいのストレス、プレッシャーなわけですよ。それを今ニアジョイちゃんたちが頑張ってると思うと、もう頑張って偉いよ、みんな合宿に参加してるだけで偉いよって言ってあげたいぐらいなんですけど、本当に本当に合宿というものはですね、心を鬼にして取り組まなければならない修行のようなものなので、今すごくどこかで頑張っているんだろうな、多分今やってるんだろうなと思うので、頑張ってみんな大人になって帰ってくるんだぞって願ってます。すごい個人的な話になるんですけど、私はあんまりスポーツ系の部活とかに所属したことがないので、実は中高時代に合宿っていうものにはほとんど参加したことがないんですよね。でも上京して一度アイドルオーディションを受けて、その最終審査で合宿審査みたいな感じで30人ぐらいだったかなの人数で山梨までバスで移動してみたいなやつを一回やったことがあったんですけど、もう合宿ってガチで辛い。合宿所の寮母さんっていうのかな、方が作ってくださるお料理がもう本当に支えっていうか、その時の様子も一応お話しした動画があるので概要欄に貼っておくんですけれども、もうご飯食べる時とお風呂入る時と寝る時ぐらいしか休む時間がなくて、てかまず寝るにも寝れないというか、3日間で2曲を歌とダンス完璧にして、フォーメーションも完璧にしてっていう課題があったので、もう待ってる時間はないというか、寝る時間も惜しんでみんなお風呂上がりに廊下でダンスの練習してたりだとか、歌の練習してたりだとか、やっぱりそこをね覚えることが多すぎてプレッシャーだったし、中にはやっぱりいろんなタイプの子がいるわけです、アイドルって。だから同じチームでも十何人いたんですけど、その十何人の子たちで例えばすごく真面目に仕上げてくる子がいたりとか、なかなか覚えられないよ、なかなか歌がうまく歌えないよっていう子がいたりだとか、あとはリーダーシップが取れる子、全然発言しない子、いろんな子がいるんです。いろいろ発言しないけど実はこれぐらいのことを溜め込んでてすごく辛いですってね、もう本当最終日に差し掛かる直前とかで打ち明けてくれるような子とかもいて、もう本当にいろんなタイプの子がいるから、ニアジョイちゃんはさしこちゃんがオーディションで選び抜いたよりすぐりの12人だと思うので、いわゆる取り扱いが難しい子みたいな子はいないと思うんですけど、でもやっぱり人間って極限状態になるとどうなるかわからないので、本当にそういう意味でメンバー同士でもすごく難しいところがあったりだとか、じゃあその山をどう乗り越えるかっていうのがすごく大事になってきたりとかするので、もうどこのプロデューサーやねみたいな話し方してるんですけど、本当にその合宿での立ち回りだったり、合宿でどれぐらい成長したかみたいなのでセンターが決まったりなんかもしちゃうので、もしかしたらもうオーディションの時点でセンターはこの子決まってるかもしれないんですけど、もしかしたらもうすごい勢いで急上昇みたいな子がいたら、その子も期待値、潜在能力レベルテストナンバーワンみたいな感じでセンターだったり、まあ、その健康につく形で選ばれる可能性もありますね。でその合宿ではもうずっとカメラに追いかけ回されるので、本当に汗を拭いてる暇もないというか、とりあえず練習したい、とりあえず練習したいけど、なんか真面目な話があってもしょうがないんですよ、しょうがないんですけどカメラが寄ってくるんですよ、しょうがないんだけどね。だからもう気を取られてしまってはいけないし、でもそれがきっと芸能界だと思うので、そのカメラっていうのも意識しながら、ある意味今までアイドル活動をしていた子からしたら当たり前のことかもしれないんですけど、かつてアイドル活動とか全く芸能活動してないよっていう子からすると、まずカメラになれるっていうところから始まると思うの でちょこちょこインタビューとかもね挟まってきたりすると思うので、そこは慣れなので、本当にみんな今貴重な体験をしながらね
頑張っているところだと思うんですよね。そんな感じで結構追い詰められ系、私はなんか追い詰められるとよっしゃやったろかみたいな気持ちになっちゃうんです。もう追い詰められて何この辛い研修本当無理みたいなね子も絶対いるので、その子たちをいかにどうケアしてあげるかとか、あとその私みたいなタイプの人間があんまりガンガン行きすぎてもみんながちょっとびっくりしちゃったりとかするので、そこのこう調和だったりとかっていうのがすごく大事なので、これはマジでアイドル以外でも皆さんに共通するというか、もうそれをね最初にアイドルになる前に学ばせてくれるそのサシピーのプロデュースの環境拍手でしかない、拍手でしかない。ただ鬼合宿と呼ばれるジャンルの合宿が今後の時代的に合ってるのかどうかっていうのは、まあ、ネット上でもはてみたいな感じになってたんですよ。だから今回どういう合宿になるか正直わかりませんけど、もしかしたら合宿やってないかもしれないんですけど、個人的にはやっぱりそうやってねみんなである意味競い合ってちょっと叩かれながら、あなたたちは出ませんなんてねちょっとひどいと思うんですけど、でもそういうのありつつの物語ありつつ、ダンスを置いてかれちゃう子がいたりとか、ちょっと泣いちゃう子がいたりとか、倒れちゃう子がいたりとかあります、実際あります。だからそういうのを見て誰を応援するかっていうのを改めて決めていきたいなと思うので、私は、まあ、合宿っていうイベント自体はね設けてくれてるのはすごく嬉しいなと思っているので、おそらく今合宿中なんじゃないかなと、まあ、オタク勝手に予想しております。皆さんは合宿についてどうお考えでしょうか。ぜひご意見お聞かせください。はい、ということで今日はニアジョイちゃんが今合宿中かもよっていう話をさせていただきました。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。